天野さんはしばらくハーグに住んでいましたが、隣人が中国の古い折り紙の本を持っているのを知りました。とても心が惹かれたのでコピーしました。7年後にユトレヒト市で同じ本を見つけました。しかもそれはまさにあの時の本だったのです。本の中にハーグの隣人の住所が書かれていたんですよ。これは偶然なんかではありません。もし本当に心からあるものを探し求めれば必ず巡り会えるんですよ。もし本気でなければ会えることは不可能なんですよ。マナさんは折り紙に夢中になりました。両親もやはりそうでした。いつも想像力にあふれていたのです。数年前に絵を描き始めました。何になりたいのか、また全く見当がつきませんでした。2001年に突然気づきました。展覧会をするんだ、芸術家になるんだ。経歴や名誉などには興味はありませんでした。気楽な仕事をしていました。清掃作業やチーズ工場、養魚場などです。しかし温故知新、何か有意義なもの、特に伝統を大切にしながらも新しいものを創造することはとても自分が誇らしいし、自尊心を持つことができるんです。折り紙への限りない愛と危機にさらされている世界平和についての危惧に導かれて、マナさんは世界史上人類生存という点においても極めて重要な都市広島にやってきました。貞子さんという少女の物語に感動しました。アメリカが1945年8月6日に原子爆弾を落とした時2歳でした。貞子さんは原爆の地獄を何とか生き延びましたが、原子爆弾の放射能が原因で11歳の時に白血病になってしまいました。彼女は友達から日本の伝説を聞きました。千羽鶴を折れば願い事が叶うという伝説でした。彼女は病床で1300羽の鶴を折りながら祈りました。そして12歳で亡くなりました。マナさんは貞子さんの遺志を継いで2007年に1枚の紙から千羽の鶴を折り上げました。広島市長秋葉氏に手渡し、広島市に寄贈しました。その時秋葉市長はハーグの平和会議に出席していたのです。その返礼に秋葉市長はマナさんを広島市に招待しました。世界記録、それはマナさんが2010年に達成したことでした。それを実現するためにはキリストの言葉にあるように山を動かさなければなりませんでした。2番目の千羽鶴は長崎に送られなければならないと固く決心していました。しかしそのようなプロジェクトにはたくさんの費用が必要ですが、ソクラテスと同様に私にはお金がありませんでした。だから参助協力者を募集しながら積極的に折り紙教室も開きました。寄付してくれる人々も出てきました。だから日本への旅費や活動費用は準備できました。それは信じられないほど素晴らしい旅になりました。長崎原爆資料館に千羽鶴を寄贈しました。マナさんは20年前に折り紙が大好きになりました。その瞬間から日本が大好きになっていました。広島滞在中に折り紙の世界記録を樹立しました。50分30秒で100羽の鶴を折り上げました。その時以来外国人で初めての世界チャンピオンになり、折り紙芸術において比類のない業績を成し遂げました。日本では非常に有名です。世界記録挑戦の様子は日本のテレビで放映されました。同じ日にもう一つの記録を破りました。9人の日本人と一緒に2つ目の記録も持っています。1時間44分で千羽の鶴を折りました。折り紙芸術の世界でマナさんの名前は確立されたのです。折り紙は古代の芸術であるので日本人は非常に大切にしています。だからマナさんを大事にしています。マナさんのデザインは折り紙雑誌にたくさん載せられています。折り紙協会からも専門家として資格を取得しています。マナさんの忍耐力が折り紙芸術には適しているのです。私は物静かな人間です。しかし勉強することはまだまだ無限にあります。時々折り紙以外のことは何もできませんでした。その上にオリジナル作品を折り上げるのに適切な紙を9ヶ月間探さなければなりませんでした。普通の紙ではダメなので和紙を使用して折り紙を折らねばなりません。できる限り薄くて丈夫な和紙が必要なのです。そうしてこそ初めて60層を折ることができるのです。縦70センチ、横70センチの1枚の紙から以下のような10センチ四方の作品が折り上げることができるのです。
つまり蓮の花の上に大きな4羽の鶴とさらに小さな4羽の鶴が大きな鶴の羽の上におられているのです。完成するまでに何時間もかかります。折り紙ができない時もありました。腰の怪我のためです。2011年に日本に再来日しました。日本人の女性と恋愛し結婚しました。長い間オリジナル折り紙の本を出版したいと考えていました。長い歴史の貴重な神秘、深遠な哲学的芸術。天野さんは新しいオリジナル作品を制作しているので人々に愛されています。なぜなら折り紙はもうすでによく知られていたので、150年以上もの間新しい折り紙作品研究がなされていないからです。ジョン・モントローのアフリカの動物などは有名ですが、伝統的なデザインはほとんど変わっていません。しかしマナさんは4000種類以上のオリジナルデザインを制作してきました。彼の健康状態が悪化しなければ1万以上のオリジナルデザインを制作することも可能だと確信しています。これまでに折り紙の本を2冊出版しました。また2010年に寄贈した千羽鶴は今も長崎原爆資料館に展示されています。日本やオランダで数多くの展覧会を開いてきました。2つの世界記録は7年前のことです。それなのにまだ何を求めているのでしょうか。私の健康が許せば